はいどうも、おちゃくれです。今回なんですけれども、本日8月28日火曜日にですね、僕が所属している事務所のブームのクリエイターが集まってですね、第1回の野球練習会を行いました。今後の活動等々に関しては動画内で話が出ているので、ぜひね動画を最後まで見ていただければというふうに思うんですが、なんと超大物ゲストもねこの練習にサプライズで来ていただきました。そんなシーンも野球ファンなら間違いなく楽しんでいただける動画になっているので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。カメラマンがいていいの？いやそういうところだ。ぜひ使ってください。めちゃくちゃ投げる方がやばい。投げる方がやばい。めっちゃ馬鹿にしてる。めっちゃ馬鹿にしてる。今日は朝5時まで。撮影が入るということで、見てるだけだ。見てるだけだっつ。野球やったことないですか？ソフトボールなんですよ。練習の前。なんか結構コメント的にはもうバディさんどんどん出してる。出してる。いや無理無理。そうなんですよ。ないない。野球は何でやってたんですか？野球は小学校5年間やって、その後中高ソフトボール。ああ、ソフトボールガチで。全然違います。もう全然バウンドは気持ち悪いです。あとやっぱ3本で普通に握るんですけど、これがもう気持ち悪い。受けるめっちゃ。この間、くんじさんの動画で撮影されてた、スポーツメンズさんで僕と動画撮らせていただいて、大阪ですか？じゃあ、東京の。あ、違います。はい。水道橋の。あ、そうですか。で、同じ方に、野外さんに対応していただいて、このグローブと、あとバット。あ、グロ入り買ったので、甲子園モデルじゃないんですね。あ、そうなんです。あれ、公式しかまだ出てないな。そうですね。で、軟式でって言ったら、同じグローバルエリートでって感じで。これ、ラディッシュカラーですか？ほぼ同じ。濃い方がいいっすよね。あ、濃い方がいい。あの色欲しいっちゃ欲しかったんですけど、とりあえず軟式用でっていう感じだったので、お願いします。僕のチャンネルで一番名前上がる。本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう経験者のみで、もう結構汗で部活みたいにするような感じなんで、ちょっと日々トレーニングを。いやでも運動不足感じるんじゃないですか。いや本当それマジで体力の低下および年齢、室内じゃなかったら多分もうこのレベルじゃないですか。今汗がやばいって話をしたんですよ。止めてください。もう今1時間この時点で経ってる。あれ、あれ使ってください。俺のあれ使ってください。ニューギアニューギアさあ、ビヨンドですか？まだマジで使いづらかったら変えてくる。おぉ、4cm、5cm があるんですよね、これ。そうです。あ、全く一緒のやつ。よかった。一緒のやつ持ってる。水野の店員さんにお勧めされた。あ、本店。はい、僕も本店。あ、本当ですか。すごい、なんか飲み会みたいなやつ。ありがとうございます。ちょっと準備があるので、オッケーです。なんか英語話さなきゃいけないから大丈夫です。あのね、
あっけノーマネーノーマネービッグマネービッグマネーオッケーナイスイージーデンボスウィングでしょMy favorite player の Kiguchi. Second, Ka. Number one, your defense. Matsuyama さん、左バッターの Ka. 大好き。Big money. ピッチャーは大好き。森、ラッテン、右。キシさん。ノリモトさん。大好き。ハバ、菅野。菅野ピグシャン、たぶん来年、大リーグ。オタニさん、大好き。グッド、バッティングすごいね。ピッチーね。うん。I like ピッチー、オタニさん。ピッチー。本当にね、ありがとうね。ありがとうございます。Today, free size. Please, you too. Say no.Crow in Tokyo! やったーすいません、ありがとうございます。最後めっちゃお気に入った。チキった。めっちゃチキった。ありがとうございます。では、行きます。行きます。はい、チーズ。はい、これで最後までご視聴いただきありがとうございました。第1回野球練習会の風景いかがだったでしょうか。まさかの超大物ゲスト、クロマティ選手のね、登場なんかもありましたけれども、本当にクロマティ選手面白い方でした。まあ、動画の途中でも出てると思うんですが、クロマティ選手のチャンネル、そして、この動画にね、出演していただいたクリエイターの皆さんのチャンネルも概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひそちらからね、リンク飛んで見ていただければというふうに思います。今後もこのね、野球練習会、および野球大会っていうところの活動は続いていくと思うんですが、まあ、またね、こんな感じで動画に収めていきたいと思います。そしてこの動きだけでなくて、全然関係ないところ
ところも含めてちょっと野球実写動画ね増やしていきたいという話を皆さんにもしていると思いますが、今後も引き続き頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひこれからも野球実写動画楽しみで時間が見たいよという方はぜひぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。